ウリエンジェ。ここから先は皆さんだけでお行きください。ナバスアレンへの道は開けた。ならば誰かが陽動を続けているアリゼ様たちにも、ことと次第によっては続けて大罪悔の討伐に向かう可能性。なあ、途中にあるゲートってのはトロッコが通る時にだけ開くのか？いや、事故防止のために一度開いたらしばらくは開きっぱなしだ。だったらユールモア軍を巻いた後、みんなもナバスアレンを目指してくれ。そっちで合流しよう。ウリエンジェ、あの、ここまで、今まで、そちらこそお気をつけて。別れも済んだなら動かすぞ。そこそこ揺れるだろうから注意。行き先はハイとナバスアレン、アム。それじゃ、良い旅を。見えたぞ、あれがゲートだな。よし、仕掛けも問題なさそうだ。これはランジート。しぶといやつだな。願わくばあのままくたばってほしかったが。我には奈落すら生ぬるい。むしろ驚きを禁じ得ないのは我の方よ。無様よな、反逆者ども。おお、ミンフィリア。なぜだ。かつて我は拾うたびにお前を育て、共に戦場に立ち、されど世は変わらず。この薄汚いネズミどもは惑わされてはならぬ。ならぬぞ。お前を苦しみから永久に解き放てるのは、救ってもらいたいわけじゃない。今だって痛くて辛くて。皆さんからかけてもらった言葉を覚えています。
一緒に見た風景を。その思い出があるからこそ、苦しいのだとしても伝えたいんです。大好きだと。だからあなたの手は取りません。愚かな反逆者どもに染められおって。お前が伝えようとしてくれた気持ちは、行け、こいつは俺が食い止める。でもだから、誰のためでもない。俺はお前のわがままくらい、いくつだって受け止めてやる。そいつを頼んだ。必ずミンフィリアの元まで届けてやってくれ。行かせはしない。妹と娘。少子、貴様のような未熟者が我の父など名乗るではないわ。
ずいな。逆者風情は